皆様、明けましておめでとうございます。ありがとうミュージック若松豪です。昨年は皆様からのたくさんの応援ありがとうございました。本年も何卒よろしくお願いいたします。個人的には昨年はぼやけるずだけじゃなくて、肥後薩摩だったりソロデビューしたり、今までやったことない新しい活動ができたんじゃないかなと思っております。今年はそれを踏まえてですね、その経験を生かしてまたどんどんね、その抱負を述べるならば豪雨爆発という感じで書かせていただきましたけども、悪い意味じゃないよこれ、悪い意味じゃなくていい意味でね、こうなんていうんだろう、こうもう若松号ですね、もう爆発させていきたいなと思っておりますんで、ぜひとも皆さん応援よろしくお願いします。そしてお知らせなんですけど、3月9日渋谷 www にて、ありがとうミュージックプレゼンツサンキューライブありがとうミュージックフェスというのが行われます。渋谷 www です。ありがとうミュージックのアーティストが全部勢揃いするということでね、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思っております。でも僕って1月17日からソロアルバム GO を555枚売るぞの旅、売るまで東京には帰ってこないぞの旅やるんですよ。だからこの3月9日までに間に合うのかね、帰ってくるのがね、間に合わなかったら554枚しかこの日売れてなかったら、この出演は若松号の出演は取りやめなんでしょうか。ありがとうミュージック除名なんでしょうか。果たして若松号はどうなるのか。2016年もですね、若松号から目が離せません。何卒皆様、何度も言いますがよろしくお願いいたします。少し高い声も変な笑い方も忘れ